うございます。今日もすがすがしいパチンコ日和でございますね。いい出来でございます。さあそんなわけで今回は東京都田端の近くですかね、世界の田端の近く、日暮里 BB ステーションからお届けしたいと思います。 BB ステーションさん初めてなんで、あの気合十分でやってまいりました。今回の選手、CR、逃亡者と書いて逃れ者おりなんですけども、逃亡者と書いてどこどっこいですよ、あの人ね。本当もうロープから落ちるわ。もうあれですよ、リーチの時にあれ転廃した時にチャンスアップで展開しないって言うんですよ。おかしくないですか。おりも引っ込みどころ満載の騎士で、3日間実践してまいりました。なんとマイナス12万5千円ですね。ですが昨日初めて勝ったのでおりんで、この流れのまま今日も入っていけると思います。はい、そんなわけで逃れ物おりんを実践したいんですけども、現在の収支がまだ39万円ということで、最後バーステージで終わりましてね、まだ39万円でございます。今日18万5千円勝たないとまあ無理なんですけど、まあおりんのペックはいいで18万は正直無理だと思います。あれとジェットコースター腹くくりましたが、あれですよ、視聴者様実践取材で地方に行った時に視聴者様が本当に怖いのみたいなことを聞かれることが最近あるんですけど、怖いっていうかそのジェットコースター自体は全然怖くないんですけど、嫌いではないんですけど、最近あの事故がやっぱりちょっとちょいちょいあって、でまあ事故に遭う確率って言ったらすごい何万分の1とかなんですけど、私薄いとこ引くのがうまいので、万が一その事故に遭った時に乗っていたらっていうことを想像するとすっごい怖いんですよ。それだけです。なんでちょっと強がってみましたけどもね、若干目が泳いでたかもしれませんが、ジェットコースターは割と覚悟を決めましたが、50万に行けばバンジーらしいので、バンジーだけは本当に回避したいので今日も頑張りたいと思います。いただきます。初上陸の BB ステーションニッポリくんさんで実践するのはパチンコ CR 逃れ物おりん 2E。 大当たり確率は 239.2 分の1、各辺突入率は 50% です。ライトミドルタイプですが、最大出玉約1950個という爆発力が特徴。ゲームフローです。大当たりは3種類、7図柄なら16ラウンド各辺の超極楽大当たり、ラウンド終了後は各辺の癒しの時モードへ移行、その他の場合5ラウンドもしくは実質5ラウンド大当たりとなり、各辺の期待度に違いがある逃れ物モードおは一騎打ちモードに移行します。100回転目の演出に成功で各辺に昇格。さて今回のプレゼント条件はこちら、出玉あり大当たり1回につき1名様、さらに新ルールが追加、3月最後の実践で総収支がマイナス15万まで戻せなかったら岩子さんの大嫌いな絶叫マシーンに乗っていただきます。さらにマイナス50万を突破ならバンジージャンプの追加が決定。まあオープニングでもお話した通り予習で鬼のように負けていますので、今日は出るはず。さあ早速このオリン、スペックがですねこちら E の方でございまして、230ですね。あ、赤、これある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 よ、後期の赤はあるある、戦闘準備中出てる、これいけます。いきなりのチャンス発生で、ここから赤オリンもチャンスアップです。 青と赤があるんですけど、この後期の赤が大事っていうのを、おお落ちてきた、おいおい、あリーチリーチかよ。おそらく、ボスキャラと戦います。戦闘中部中出てるんで、ですね、でこれ対決いきまして、ボスキャラと対決いたします。で、まあ髪の長さ、あここのバックが黒ならだいぶ熱かったんですけど、これで全然あります。でここに赤い着物がいた、チャンスアップです。で雷が鳴れば一番強い信頼度が高い敵だったんですけど、あ白か、あここで、キリンだとだいぶ熱かったんですけど、
白の普通タイトルなんで若干弱いんですけど、ここのチャンスアップ結構重要なんですよね。でここでこれ出たら、チャンスアップです。で次のボタン押しで、もう一回味方が出ればさらにチャンスアップです。でこれは出なかったという味方キャラ出なかったんで、1回だけと。で最後のボタン押しで赤折りまで行けばチャンスです。いきます。あ、黄色までか。これは弱かったかな。はい、あで負けました。でもロゴが降りれば、再始動です。さあそんなわけでオリーンなんですけども、核兵突入率が 50% と、連チャンはしにくい仕様なんですけども、全大当たりに100回の時短がつきまして、100回の時短で250ですよ。ってことは理論上3回に1回は連チャンしてくれる、時短引き戻ししてくれるので、さらにこの電柱での大当たり、60% が出玉多いです。2000発弱出るんで 60% が2000発弱ですよ、電柱の大当たり。まあ、60% が、2000発と言っても 60% が核変じゃないんですけど、35と25、核変が35で通常が25なんで、このリン2を打たれるお客様、皆様、いい押しで、いいはいいよ。で、この機種の保留先読みが分かりにくいんですが、へそに入賞したときにこのオリンの焼くものが一瞬光るんですね。で保留玉も一瞬くるっと回るんです。一瞬のことなんで分かりにくいんですけど、そのオリンロゴとこの保留がくるっと回った ランプが点灯すれば、この3つ の, その 今光ったとしたその残りの保留でチャンスだよという仕様ですね。いわゆるね、大海とか前の大海のアワチャンス目みたいな感じですかね、体感的には。あと液晶上では、野獣漁モードと、特殊モードがあって、それは、フェイクなしの先読みとなっております。で野獣漁モードを突入して、さらに、赤、あその保留玉ここのロゴランプが赤光ってから、どこまで強力を乗せてくるかが、野獣漁モードの見どころですね。で今赤くこれあのパトリンド予告らしくて、ここに真ん中止まれば当たりです。止まれ、あーふーって言うんですよ。ふーって言うんです。あれも先読みっていうか、あれが連続することもあります。これが青、気が弱いで、この4つまでいけば対決に行くんですけど、これがなかなかいかないです。これがたとえ赤でもいかないんですよ、この演出は。あのね、私あの前回、バーストエンジェル出していただきましたが、神よ後続変動みたいなことを言ってたような気がするんですよ。言ってましたよね、言ってましたよね。あのね、私あの後反省しました。神に祈るようじゃダメなんです。神に祈っていいのは自分の私利私欲で頭痛が痛いみたいだな。私利私欲のために神に祈ってはいけません。神に祈る前に自分の力で何とかして、それでもダメならば最終的に神様に頼めばいいんですよ。何でもダメなんですよ。何でもかんでも神様お願いしますって、アホかって、自分で何とかせえっていう。
家にあったイソップ童話を読んで、イソップ童話何やったかな、南進した船、あれに書いてありました。船があの南進あのナンパしたんですよね。ナンパたれでしょう、お姉ちゃん何してんのちゃいますよ。その船が沈んで、ほなある男、あるお金持ちの男の人がですね、助かればあの何でもお供えしますから、どうか神様お願いしますって、沈みかけてる船で、船のお話でした。多分これ絶対カットされてるわ。今日も順調に今目、おい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 、今何時に始めたっけ、半ぐらいですよね。この背景の男の人が一番強い、名前何やったっけ、同越ですね。で同越のストーリーリーチ、戦う対決だと信頼度が 50% と言われております。まあ 50% でしょう、私の、今までの実践値も 50% でしたね。で襖が黒に変わりました。江戸城のリーチになるんですけども、ここに大岡越前が止まれば鉄板かと言われております。止まる数字が、ああ手草にでしたね。あとはほぼほぼ一緒だと思います。で青は1周目、2周目が緑、3周目が赤と、これも前作にあった演出ですね。一周で終わりと。これで当たったのは初代でもないので当たってみたいですね。でね、この250の E のスペックなんですけども、結構至る所で間違いが起きてるらしいんですよ。一撃3万発とか出たとか報告を受けておりますので、その3万発っていうかもうそのレアじゃなくてポールさんといろいろお話しする機会が最近増えたんですけど、間違いが起こりやすいと。まあ、スロットでいうとオス番長ですかね、間違いが起こりやすいし、低設定でも吹いちゃうみたいな。まあ今のキスったら引きなんですけど、このオリンも釘調整通りに出ないみたいです。でですね、昨日も実践させていただいたんですけど、まあ今まで、昨日3戦目だったんですけど、あ増殖チャンス目ですね。でこれ切るパターンが赤ならチャンスです。ドア玉出たんです。これ青ですね、青は弱いです。で何が言いたかったか、そうそのまあ3戦目まではもう大負けこいぶっこいてたんですけど、昨日も打っててこのスペックを投資が、3万8000までいったんです。またか今日もと、そこからバーン刺さってですね、なんと4000円も勝ちました。3万8000円から一撃4000円勝ちまで戻すんですよ。すげえよ、オリン。確率分はあっという間に超えて340回転。爆発力はよく分かったので、早く出してね。赤来たよ、赤来たよ、やじろ、おおお、これはチャンスですよ。赤フラッシュの後なんで、あこれも多分キリンあると思います。成功せず、こっちを呼んでいたのか。おお逆回転、赤、ああ止まれ、ああ攻撃止めた、熱い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 よ。ほとぶき、多分対決だと思うんですよね。やはり後期で、ああ白か、
ここは黒が欲しかった。でここに赤い着物がいたらチャンスアップ。いない。赤目、あ、2番目強いやつや。2番目です。あ、白か。白は弱いな。キリン、あー、全てが弱い。ここのね、セリフの赤は結構強いですよ。で、ここで味方が来なかったので、やばい。で、ここで次のボタンで矢印が出ればチャンスアップ。出ない。外れた。大体こんな勝たんだって、こんな棍棒で戦うってあれやで。無茶やろ。勝利、当たった。いや、弱かったのに。いや、無茶やったのに当たりましたね。ありがとうございました。また一つ切りました。1名様です。ありがとうございました。よかった。で、5で当たったんで、5ラウンドです。これ16ラウンド表記は出てるんですけど、出玉は5ラウンド分しかないです。へそなんで。予想外の1回目。で、5ラウンドの振り分けが、16ラウンド各辺 B、これは5ラウンド分の出玉しかないから 45% と 50%。 まあ言うたら2分1です。さあ頑張れ。逃れ物モードとなんだっけ、一騎打ちモード、そんな大差はないですね。体感的にどっちも、そう、この機種のそのこの機種の特徴はその時短か核兵かわからない、ほとんどわからないですね。まあランプ見たら、セグ見たら一発でわかるんですけど、表面上は分かりにくい仕様になってます。核兵確定なのは、なんだっけ、オリンガバックの癒しの刻、癒しの時っていうのが、学園確定のモードなんですけど、そのモードが選ばれる確率が相当薄いので7で当たったりとかなので、1日打ってあんまり見れないです。なので、この時短か学園か、このモード、それがオリンの面白さというか。で、今ピュイピュイって言ってる、これが、3回続けばチャンスです。まあ、2回目です。ただでもこれ電池がないだけなんでロング変動なんですけど、次です。あー、何も出なかった。で、この時短は各編中、このピュイピュイ言わないと当たんないですね。お、チャンス、青か。4人、3人、女です。弱さ的に順番、あー、3人はよ、ダメだな。で、ここが赤文字に変わってくれればチャンスアップです。そう、この敵なんですけど、一番4人が強くて、強いっていうのが勝てない順番で、4人、3人、女で、ボスキャラがいて、で、確定なのはカツオっていう人です。カツオは出たことないんですけど、まもなく100回転。継続すれば確変だったってことです。ポチッと、あー、落ちた。で、時短だったと。
あ、来た、ヤジロ、ヤジロ来たよ、お願いします。ブブッ、これでもない、これか、これか、これじゃない、あ、これか、ノーマルドアレ、ノーマルドアレまだ続いてるってことなんで、スーパーいたか、2個までで、行くな、明日行くな、そう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 、まだ次つながってると思います。ね、これこれこれ、おい、きっちゃ弱すぎるでしょ、ダメだ、浮き散って終わりや、止まれ、よし、あ、ノーマルリーチでも終わんねん、頑張っていこう、実質5ラウンド分の持ち玉はあっという間に飲まれ、よし、どこまで行く、追加どうし、来てる来てる、つながってつながってる、あー、これじゃ、これはギリリンジョーか、なんだろう、親子ジョーか、お父ちゃんが病気やねん、この人、あ、うん、つながってたのに、あ、まだつながってるわ、オリングアップを始めた模様、見ますか、オリングアップを赤文字、オリングアップを始めた模様、多分対決いきます、これは熱いよ、極楽で止まらんかな、これ赤赤赤、ある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 、あ、隣もつながってるよ、あるあるあるよ、一つもあるよ、あー赤、着物いた、全然ある、あー、さっきの試合赤、さあキリン、あああ、しか言ってへんの、お父さん、まずお父さん、お父さん、あ、もうお父さん何してんの、もう、やじろ、やじろ出た、ギリギリっすね、これは 40% もないかな、 30% ぐらいかな、赤まで行こう、赤まで行った、行け行け、わしゃ、やったね、当たったでしょ、ほら、あと3500円で当たるって言ったもん、私2名様です、よし、だだだだ、ここで喜んでる場合じゃない、なんかこの辺でカウントダウンが発生することもあるんですけど、あんまり関係ないです、どっちにしても一騎打ちか逃れに行っちゃうんで、ポヨンやで、よし、これ行く、赤持ち、赤、あ、赤、よし、これ熱い熱い熱い、活動、活動で
ボスキャラで、うわー、3人衆か。あ、赤文字出るんで、こっちでもいいよ、こっちでもいいよ、どっちでもいいよ。オリンか、ここで赤に変われ。はい、あー、もう弱い方やな。バイブバイブバイブ、あー、よし、で、当たってからロゴがバーンと落ちたら16ラウンドです。ロゴ、ロゴ、ドン、せーの、はい、ドン、ドン。うわー、5ラウンドや。連チャンは成功。あー、もうで、5ラウンド、電柱の5ラウンドの振り分けが 15% と 25% なんで、どっちかっていうと通常の可能性が上がります。46回転で当たっているので、まあ、どっちか分かんないっちゃ分かんないですけどね。 IQ チア、まあ、まあまあ、表面上は IQ チアが弱いって書かれてるんですけど、そんな私、うん、まあ、この IQ チアボードも要はピューピューピューイと。で、この必ず止めて見せるみたいなのも文字が赤になればチャンスです。これは抜けてしまうかな。昇格に期待。したしたした、あー、終わった。で、持ち玉はドル箱3分の2ほど。さあ、頑張って当てよう。飲まれました、ハマり物琵琶湖。あかあかんな、もけへん。こういうパターンはまんだよな。いやー、厳しい。前半だけで早くも4人目。いつも通りのハイペース。じゃあ頑張ります。禁断の再演、再演ずつです。これをやるとね、もう末期だと思うんですけど。戦術、声援作戦は吉と出るか凶と出るか。予告は弱いですが、リーチ発生。どうなる？これはあるよ。何も言わなかったですけど、図柄がボイタのと桜がチャンスアップだったんで、もう、ああ、野口英世さんは小刻みに消えていく。ヤジオロモード、これ熱いよ。先読みのあれが、はい、あ、そう、そういうこと、そういうこと。これがもう一回光るはず、ここが、せーの、あ、これはこれか、これや。結構王道です。あ、違う、じゃあ次の保留や。光ります、ここ。
なんで何も出へんの。普通にチャンスめてしか。赤極楽別人だな。いやいや待てよ。別人別人別人、うそうそ。赤フラッシュ3回連続でこれやったのに。千円作戦は失敗に終わりそう。フラッシュ結構出てるからそのうち当たるで。これな、そう調子がいいです。全然ダメですね。そのうち当たるって千ハマリとかじゃないですよね。ボタン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 、もう止まれ。現在2倍ハマリ。もう6人目です。千円作戦は終了。もう取り直ししようや。もう無理やって、もうバンジーは無理やって。スタッフが冗談で言ったバンジージャンプが現実になりそう。今日もうマジでさ、もう10万も20万も勝つなんて思ってないからバンジーはやだの。もうお母さんなんでこんな引き弱に言うんだ。今年最悪ですよマジで。そのテレビに限らずパチスロ大丈夫なんですけどね。よし北斗でも打ちますか。同じサイミンつながりで。あー矢代来た。さあ頑張れ、なんか出てこい。偉いのチャンス目かな。お、引き始めて回った。いきなり、あ、赤。いきなり対決で雷、ブリブリブリ、雷、雷、ブリブリ。あー隠れとけよ、もう全然ダメじゃん。矢印来た。赤までいた。なれ。ゴールド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 持ってるくせに出そうよゴールド。お、来た、当たった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 。ちょっと一瞬思ったんですよね、驚くふりしようって。やった行くよ。これは失敗しないです。あ、震えてる。レインボーレインボー、やった5万9000円。安い、安
出す、や出す、やす、よしよし、早い、今日は早い、ヨンブン様やっと、ヨンブン様で、これも、一応上アタッカーなんで、5ラウンドです。ただ、上、この逃れ、再始動パターンのストーリー、再始動パターンの逃れ物ボーナスですが、は割と早い回転で引き戻していることがあったので、もちろん これで当たって抜けてることも多々あったんですけど、どっちかっていうと引き戻してたことが多かったので、確変だと信じて頑張ります。来てる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 よ、すごいテンパの仕方やな。よし、これだったら16ラウンドなんで頑張れ。うわー、なれ、よし、多分16ラウンドです、多分ね。ほら、超やったー、超極楽大当たりっていうのは16ラウンドにさらに確変です。確変ゲット、5万発出そうかな今から。ほら、癒しの時、これレアですよ。まあこのモードはなんか転敗してから何周するかで核兵器態度が違うらしいです。これさっきも来てるかな、花の、あ、来てるっぽい。奇数で、あー偶数やで、滑れば自締め、滑れ滑れ、そう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 、もう一回滑ったら 7点らしいですよ。滑れ、あーで即その即当たりとで 60% は16ラウンドなんでお願いします。あー5ラウンドだ、嫌な予感。とりわけも弱けであれも弱いんじゃないの、これ6名様です。確変の可能性はあるので頑張って。うわ最悪、へそで16ラウンド当たってるんですよこれ。どうしたの、これはへそで当たったからこう負けっていう演出が出たんで、本当は、今引いてたら2000発出てたので最悪です。そして電サポ抜け、ね、今、へそを食い込んで、逃れ物ボーナスが当たって、一騎打ち失敗したということは逃れ物ボーナスが確変ではないってことがこれで分かったということでございます。電サポ100回はへそがあるときはなるだけトイレに行きたくても電池を優先させてください。いやーこれはマジでへこむわ。レッドブルガブ飲みで気合注入、再び初当たりを目指します。あ、てててて、赤赤赤赤後期、あー戦闘態勢とかの方が良かったな。あれどう
ツ、ドイツ最後まで行くんじゃん、これ。あ、これ熱い、一番熱いパターン。そう、ドイツと戦うやつですよってやつ。大チャンスです。大好機だ。あー、青か。多分同越 VS 同越なんです。あー、白か。はい、よし。多分同越だと思うんやけどな、これ。雷バリ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 。そう、あ、あー、でかいでかい。いくよいくよ。はい、よし。すげえ。今のは多分同越と戦いますよっていう。うるさいな。超超5パー引いた。通常から16ラウンド各編。ほら、5パーとか引いてる場合じゃないから、もうマジで。さあ、ここから巻き返し。各編の癒しの時モードで16ラウンド。よし、16ラウンドゲットでございます。9回目。さらに連チャンを伸ばせるか。来た、来てる来てる、ピューピュー来てる。次や。あ、これか、緑。まあ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 いいや。赤、あー、勝つぞ。あ、いいよらしい。え、そう、そうやな。よし、当たれば16ラウンドです、おそらく。あー、チャンスアップなし。じゃあ降りんで。よし、赤、よし、赤。これ熱いよ。バイバイ、ない、なれなれ。よし、16ラウンド。バーン。あ、どんどん変わった。やったよ俺。おお、超いただきました。ハイペース、11回目。足元はあっという間に5箱。さあ頑張れ。お、これリーチになるかも。あ、そう、リーチになるわこれ。青か。4人衆は。うわー、時短かな。まもなく100回転。ここで終了かな。何今の。100回転目に当たったってことや。すげえ。驚きの12回目。いや、今の超レアですよ。うまいなあ。私この調子で次もお願いしますね。生きてる、これや。赤、スルトンそこ。あ、女か。当たるぞこれは。取った。やった。また一つ切りました。やった。どっせー。よし。よし。またもや16ラウンド。
やからってと思ってるでしょ、 BB の皆さん。6万円突っ込んでるんですからね、分かってますか。午前中ひどかったんですからね。だから今だってこの6連60に偏っちゃ、16ラウンドで偏ってるから、あれこれ6回とも16ちゃう、もしかして。そうやな、そうなんですよ、全部16ラウンド6連で1万2000発ですからね、一撃。でも赤やから熱いよ。お、フギちゃん。ああ、ここ赤文字。オリンで、オリンさん。よし。よし。よし。これだったらでかいよ。震えてない。いけるけど、よし、16ラウンドいただきました、ありがとうございました。あ、いや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 、どっせーい。やった、超楽しくなってきた。ただ、4の16ラウンドあたりなんで若干通常臭いかなっていう気はしますけどね。ただ全然通常でも16ラウンドもらえたら大きいですよね。要はこの機種電柱でどこで電柱で 60% 引けるかどうかのゲームだと思うんですよね。開かんかな、あ、開いた、当たったらラッキーやねんけどな。あー、気になる、こっち行け、今度はこっち。あー、頑張っちゃった、オリンが。はい、あー、これ外しそうですね。やはりキリン頑張らんでいいねん、そういう時は。あー来てる、さ、これこれ、あー、これで来ちゃった。今度オリン頑張った、オリン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 、オリン、もう空気読めへんわこの人。あ、でも赤持ちなんでね、チャンスアップはチャンスアップですよ。2回失敗してるからな。デーサポン残りわずか、先ほどのような奇跡が起きれば。まだこれ電柱中なんで頑張って電柱の層押しとった。残念。どうします、やめ時を相談中。2000は入ってないな、1500、600。え、まくったじゃん。どうするのかな、タオコ行きましょうか。カーテ
でもこれでやめたら結構すっきりはするんですけどね。今一箱打つそうです。ところが何にも起きずに飲まれ、もう一箱行きましょう。え、マジっすかって言ってる。おかわりもう一箱。この選択が吉と出るか。当たるとしたら300ちょいぐらいと思うねんな。お、赤の後にリーチがかかりだしたぞ。消せ。リポビタンで飲めよ。もうリポビタンで元気はつらつの、あれはうちいんぞ。おかしなことになっても、結局おかわりでもダメ。ここで実戦終了となりました。結果です。前半戦は3回の大当たり、良くも悪くもない微妙な展開で休憩。すると後半最初に大ハマり、約4倍ハマりで一気に6人のゆきちさんが消え、今日もダメかと思いましたが、最後の最後で巻き返し成功。16ラウンドに偏る美和子さんには珍しい引きを見せ7連チャン。最後の未練打ちで2箱消化。微妙なラインの勝敗はこの後発表。はい、お疲れ様でした。実戦終了しました。よかった。もうマジでもう泣きそうでしたよ。なんであんなライトミドル6万円も入れなあかんの。さあ、そんなわけで、今回投資が59,000円、最後1,000円もう押しちゃったんで、出玉がなんと112,541個、大当たり14回で、マイナス1万円って書いてますよ。あ、そうか、ちょうど1万円か。ちょうど1万円です。1万円でおりんが楽しめたらそれでいいかな。そのわけで今回視聴者様プレゼント14名様プレゼントなんですけども、キーワード申し上げましょう。時短速やめで、あの時短5箱売ってしまいましたが、あれで速やめしとけば、あ、全然プラスだったんですよね。なんでも、もう時短終わってやめるか、行くか、次も次の当たり前取るか、はっきりした方がいいですよね。あの、私もそうなんですよ。だらだら売っちゃうんですよね。一箱なら、一箱だけ様子見ようみたいな。何が様子見って。何の様子や。そういったわけでおりんなんですけども、まあ、ぼちぼち演出、今回出たとは思います。まあ、夢の見れる機種でございますので、おすすめは、おりん2の E で、E なんで、あの、よかったら、打ってみてください。それでは今回の実戦で収支が戻るまでいくらになったのか。オープンカープライスマイナス402,000円。次回で罰ゲーム確定で、結局今回、で、マイナス40万円になりました。ジェットコースターまで乗らないためにはあと25万円でしたっけ。25万円らしいので、次回はなんと25万円出る機種を打てます。でもあの機種は危ないので10万円負けもあります。ということで、ここはですね、ジェットコースター回避かジェットコースタープラスパンチーか、乞うご期待でございます。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら。